ごぼうじゃん、うん、あーシーシー、うん、やっぱそうだ、あ、ごぼう、ごぼうね、あ、すごい黒豆、すごい黒豆だ、かわいい、ピアス、あ、ほんとだ、ピアスだ、あ、え、え、きれい、だね、うん、あ、ほんとだ、ね、こうやったら青く見えるし、あ、すごい輝きねー、きれい、ほんとだ、あ、すごいきれいだね、これがかわいいな、この透明の ね、あ、きれい、歩くことに対して抵抗がない、動きやすいよね、そう、動きやすい、季節としてはちょうどいいかもね、ちょうどいいかもしれないよ、11月の旅意外と穴場かもしれない、うん、本当に値段もね、そんなにまだ高くなってないタイミングだし、うん、そうだね、12月になると一気にまた上がっちゃうから、そうそう、この時期はすごいいいのかもしれない、おすすめです、素敵な店構えの、これもお寿司屋さんかな、お寿司めっちゃ人気じゃん、ね、和食かな、和食っぽい、見たことない食べ物、ね、ちょっと食べてみたいのに、こういう時に余力がないっていうかね、やっぱり余力を持たせよう、この台湾は、そうだわ、忘れてた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 、肉だね、豚肉と卵、常に小腹を満たしていく感じがいいのではないでしょうか、今我々がさ、さっきのセットの半分しか頼んでなかったら、最初の店でパン1個買ってまずシェアして、うん、さっきのところもじゃあちょっと1個頼んで言うみたいなこと言えるけど、そう、今その気分を買いが1ミリも入りません、分かった、法則を決めた、自分が食べたいと希望する量の 70% しか頼まない、どうしよう、よし、どうしよう、伊達さんだから、そう、さっきのは一人で食べてはいけなかった、そうだな、うん、1個頼んで3人でシェア、ただハマーさん聞いて、私今すごく幸せダメ男と結婚したけど私は今幸せなのって主張してるダメな女みたいな、俺と結婚して幸せだったちょっと幸せ、この今この瞬間の快楽に溺れちゃいけないってことを私は知ってる、なんでか大人だからね、大人だねいやー、ご飯問題は根深いのじゃ、いや今さっきの話聞いててさ、あれじゃあ周りが、いや落ち着いてよ、冷静になってよ、ダメだってって言っても、いや私はこの人が好きだからって言って行っちゃうってことでしょ、そう、そういうこと、
ダクさん、我々の精子を一回聞こうじゃ、今後。ダクさん、この後もういい男現れるかもしれないんだよ。この国においてはそうなんだ。そうか。あの朝食、それ以外大体出てきたんだけど、あそこの朝食が好きすぎて。そうなんだよね。ちょっと我慢できなかった。でも最初、私以外の2人はまあまあお腹は大丈夫なんでしょ。それがな。あ、そんなことない。それがですね。あのサンドイッチを最後に食べたやつが効いてるんだな。効いてる。そうだよね。みさこさん、あのソースを見つけてしまったがために。最後まで食べてしまう。そうなんですよ。ちょっとイケメンに出会っちゃったのに。ね、そうだな。最後は、ハマーさん、これフォトスポット。フォトスポット、こういうフォトスポットを抜け目ないです。フォトスポットなのか。袋には限界はない。今ジャパニーズハラハシ文明。